球最高のコスパヘッドホンと呼ばれ、あのスターウォーズのジョージ・ルーカスも使っていた世界定番プロフェッショナルの使用に応える高音質高帯入力の折りたたみ式業務用ヘッドホンを紹介するぞ。おお、なんと、おお、こちらポインターヘッドホン、さすが世界標準。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。私監督、現在ですね使ってますヘッドホンがですね、こちら、なんとですね、もう約10年ぐらい使っております。一応もうソニーなんですけども、見てください、ここわかりますでしょうか。もう結構剥げてますし、耳の部分ももうこんなボロボロでもう汚いんですよ。はい、というわけですね、前々からですねモニターヘッドホンというものが欲しかったんですよね。このヘッドホンなんですけども、モニター用のヘッドホンじゃなくて、一般的に音楽を聴くためのヘッドホンとなっております。で、今回ですね、改めてモニターヘッドホンを買おうと思ったきっかけなんですけども、私監督自主映画を撮っておりまして、自主映画の音を細かくチェックしたい、あとこの YouTube 監督ラボの動画ですね、音を原音のままで聞きたいということで、それが叶えられるヘッドホンついに購入しちゃいました。買った商品こちら、ソニー MDR7506 というわけで、早速開封していきたいと思います。ソニーの公式保証書、かっこいいですね。そしてこちら、大きめのヘッドホン来ました。おお、なんか、おお、はいはいはい、高級そうな布、さすがソニー。じゃーん、こちらモニターヘッドホンとなっております。いいですね。おっ、というわけで、この付け根の部分がですね、こういうストレートなコードで、途中からこのミヨヨヨーンとなっています、カールコードとなっております。なぜこのカールコードが採用されたかと思いますと、音楽をやってる方がですね、タクからタクですとか、タクから機材に移動するときに引っかかったらもうプチって切れちゃいますよね。それを解消するために、こう伸びても線が切れないという形で、こういう感じで縄跳びができちゃいます。そしてさらにこちらのコード 3.5 なんですけども、この変換プラグを使うことによって、あ、これはですね、マウスタイプですね。このぶっといやつでも、早速付け心地を見ていきたいと思います。ここの頭のヘッドなんですけども、形状記憶ができますので、こういう感じに横に頭が大きい人もちゃんと対応できます。ちなみに赤い方がライト右、青い方が左です。というわけで、こうやって見ればもうすぐわかる、いいよね。はい、あ、いいですね。ちょっとそれではですね、音楽を聴いてみたいと思います。カメラのですね、裏側にパソコンがあるので、ちょっとこいつをつけていきたいと思います。で、これ伸びるんで多分届くかな。あ、届きました。はい、ありがとうございます。フィッシュの猫ファーストテイクを聴きます。だからこの僕も一緒に飲み込んでしまえよ夕焼け。モニターヘッドホンで聞いてみました。聞いた感じなんですけども、こちらのヘッドホンよりもクリアに聞こえます。なんていうか、これで聞いていると、実際に歌っている人が近くにいるような生の鍵盤音がですね、もう吐息とかが綺麗に聞こえて、さすが世界標準、世界最強のコスパヘッドホンですね。こちらですね、1991年発売されました。30年以上経ってるんですけども、なぜこれがまだ商品出回っているのかというと、世界標準のモニターヘッドホンだからです。もうプロのミュージシャン、 DJ、 サウンドエンジニア用に向けて発売されたモニターヘッドホンとなっております。あとこちらですね、持ち運びもできます。例えばこいつもですね、こうやって小さくコンパクトにこういう感じですることができます。で、それでこちらです、ソニーと書かれております。中はですね、ふわふわ素材になっております。キャリーポーチに詰め込みます。こういう感じですね、持ち運びもできちゃいます。これいいね。はい、というわけでですね、しばらくこの後使ってみたいと思います。
折りたたみ式、折りたたみ式、折りたたみ式業務用ヘッドホンを紹介するぞ。はい、ではですね、早速ちょっと装備していって、はい、ちょっと早速発売されました。続いてヘッドホン、ヘッ